皆さんこんにちは、B マーケの山下です。本日は B2B 企業の LTV をテーマに、 LTV の罠を出版されたわかる代表の柿内さんと、それから J フロントリテイリングの島袋さんをお呼びして対談企画をやってまいりました。皆さん、 LTV という言葉聞いたことありますか？ライフタイムバリュー、顧客生涯価値の略です。柿内さんは本の中で、この LTV は捉え方によって本来顧客視点でなければならないのに、企業視点の LTV を捉えてしまって罠に陥ってしまって企業が多いと説いています。その罠とは何か、罠にはまっている企業が取り憑かれている妄想視点とは何か、みんなでディスカッションしてきましたので、ぜひお楽しみに。 LTV の本書きましたって言ったら、うちサブスクなんで読みたいですみたいにめっちゃ言われて違うんだよ、デジタルマーケティングの人たちがあまり短期視点だなって、中長期でお客さんと接点を持つためにデジタルを使ってほしい。この本に書いてるのは妄想四天王っていうノリノリで書いたワードなんです。会員プログラム、会員アプリ、サブスク、メディア、この4つ稼げると思って、企業視点でサブスクにする会社があまりに多いんです。なんか社員からもいいねがされないような記事って、お客さんからもやっぱりいいねされないというか、そうですよね、自分で読み返してニヤニヤしちゃうぐらいじゃないとね。皆さんこんにちは、 B マーケの山下です。本日は B2B マーケティングと LTVライフタイムバリューをテーマに、株式会社わかる代表の柿内さんと、それから株式会社 J フロントリテイリング島袋さんに、お越しいただいております。お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず柿内さんは、デジタルマーケティング界の重鎮といえそんなこと言ったら重鎮怒られますかと私は勝手に思っておりますが、今日お越しいただきありがとうございます。ごちゃごちゃいただきます。そうですね、私個人的な柿内さんのイメージとしましては、ウェブサイトの改善等々を起点にデジタルマーケティングとビジネスをどう結びつけるか、でそのための、サイトの集客、広告運用、サイトの改善という部分が特に得意分野かなというふうに勝手に思っておりましたが、今回 LTV をテーマに書籍を書かれたというのはどういった背景があったんですか？そうですね、デジタルって文脈で言うと、デジタルマーケティングの人たちがあまり短期視点だなということに日々憤りを感じたのがありまして、みんな CPA ばっか見るじゃないですか、でもデジタルってやっぱ数字が見えるんで、 CPA ってこうすぐ計算したくなるのは分かるんですけれども、デジタルの顧客接点ってあらゆる顧客接点の中で一番安いですね。営業が通うよりもサイトをほっとけば勝手に人来ますし、なんで長くこうお客さんと付き合い続けるっていう意味で言うと、一番コスパのいい顧客接点にもかかわらず、なぜか短期視点に見られちゃうのはもったいないなと思っていて、今回のライフタイムバリュー、中長期でお客さんと接点を持つためにデジタルを使ってほしいって思いは結構昔からあって、そういうコンサルティングをよく受けてたので、その知見を本にしました。なるほど、昔から思われてたものをようやくオープンにできたんですね。そうですね、クローズでやってたんですけど、本にしたっていうのは結構世の中に向けて、デジタルマーケティングっていうのをやってる人に対して、もっと中長期で仕事した方が楽しいよって言いたいっていうのは結構思いとしてはありました。ありがとうございます。詳しい話はぜひこの後聞いていきますが、もう一方お呼びしております、 J フロントリテイリングの島袋さんです。よろしくお願いします。島袋さんはですね、B2B SaaS の企業さんとか、あとメーカーさん、そして現在の小売企業と、様々なキャリアを、転々とされていらっしゃる方ですが、前回のマーケターのキャリアの文脈で、取材をさせていただきました。ありがとうございます。その後ですね、ぜひ他の企画にも出たいと。僕から言い出したんですね。出たばりさんじゃないですか。B マーケファミリーとして今日は聞き手といいますか、本を出された柿内さんに、もっともっとマーケターとしてキャリアアップ、スキルアップをしていくために、どういったことをやっていけばいいか、ある種、教わる立場として私と一緒に聞き手のような形 で、ね、はい、それと僕自身もリズムが、あったりするんで、そんな、正答え合わせじゃないけど、そういったことも含めてなんかお話を聞ければと思ってます。ぜひよろしくお願いします。ではですね、改めまして LTV の、具体的なお話入っていければと思いますが、柿内さん先ほど憤りっておっしゃってましたけど、 LTV っていう言葉、一般的なイメージですと、クラウドサービス SaaS 系の企業さんが特に意識している指標なのかなと思います。そうではないっていうことは本には書かれているんですが、そうではないんですよね。そうではないですね。もう本当 LTV の本書きましたって言ったら、うちサブスクなんで読みたいですみたいに言われて違うんだよっていうのはすごい思いますよね。結局どんなビジネスでも、やっぱりこう人口が減っていく中で、その新規を取り続けるっていうようなモデルって国内だと厳しいじゃないですか。なんで一人のちゃんとお客様と向き合って長くビジネスを展開していくってことをしなきゃいけない
これって別に何でも同じだと思うんですよね、うん、購入頻度の低い家とか車とか、まあ、何でもそうだと思うんですけれども、まあ、なぜか LTV っていうとサブスク健康証券と B2B サースぐらいしか気にしなくなっちゃうっていうのが、まあ、もったいないよねっていうそういう、まあ、発想であります、うんうん、島袋さん今現在、まあ超巨大小売企業で働かれていらっしゃいますが LTV の視点は大事だなと思う瞬間増えてますか？そうですね、もともと僕らというか、まあ、パルコとか大丸松坂みたいな小売企業ってお客様とどうつながっていこうって考えるときにあのオンラインとオフラインみたいなのありましたけど、やはりお客さんとの距離感をつかむ、ためのなんか手段がなかったりしたところを、まあ、たまたまデジタルとかいろんな手段ができる中でようやくお客様の解像度がどんどん上がってこれた中で、あのそういったこともあ分かるんだってことがようやく業界としても認識でき始めたっていうのがちょうど過渡期というかね、この10年20年っていう中でそれがどんどん進化していっているんで、あの今おっしゃっていたサブスクみたいなのも当然新しいビジネスモデルかもしれないですけども、もともとあるレガシーな企業にとっても LTV ってもともと言葉としてはなかったかもしれないんだけども、あの企業とブランドと生活者とか、まあ、B2B でも B2C でもなんか意識しているものは何となかったんだけど今ようやく言葉として出てきた、じゃあそれをどうマーケティングに活用していくんだろうっていうのはまさにあのまだ荒削りな部分が多いのかなっていうのが、まあ、この本で読んでもそう思いましたし、うん、業界で僕が取り組んでる中でも感じた部分ですかね、うんうん、百貨店さんだとでも昔からあの保有層向けの外商みたいな、これまさに LTV ビジネスじゃないですか、はい、そうですね、なんで、まあ、あれは対人で全部やりますけれども、うんうん、あれをこうデジタルっていう手段ができたので、まあ、普通の人とか言うと怒られるかもしれないですけど、まあ、あの富裕層すぎない人にもちゃんとコミュニケーションを取るってことができるようになったっていう、結構多分 LTV って概念自体はイメージしやすい業種なのかなと思いますけど、はい、よくこういうセミナーでお話すると百貨店の歴史を語るときに、その、ね、帳簿というか紙の、ね、台帳みたいなやつでお客様を、ね、あの管理って言うとあれですけど、その顧客を理解するためにやっていたっていう、もともとは本当紙わらばんしというかね、やっていたものがたまたま今こういうツールとなっているっていう、うんうんうん、まさにそういうプロセスを経て時代とともにツールとコミュニケーションの距離も変わっている、そんなイメージですかね、うんうんうん、あの今のお話を聞くとですね、これ次の話題にも入っていきますが、 LTV を上げる手法ってじゃあ結局のところ有料顧客って特定して、その有料顧客に継続的に連絡を取り続けるとか、あとはなんだポイントカードのようなまあ特典をつけるとか、そういったことをすればいいんですか？施策から入ると多分そういうことに落ちるケース多いと思うんですけれども、うん、本にも書いてるんですけど、やっぱりお客様視点に立つっていう、もう手垢についた言葉ですけど、はい、立たないとやっぱりそういう施策ってうまくいかないっていうふうに思っていて、うん、例えばですね、僕は大丸松坂さん行って、まあ、たまたまなんか高い買い物したとするじゃないですか、うん、10万円買いましたと、うんうん、でいきなりあのレジで10万円買っていただきありがとうございます、ゴールド会員になりましたとか言っても、知らねえよ、たまたま通りがかって買ったんだよってこと全然あると思うんですよ。でそれって完全にお客様視点じゃないんですよね。で逆に言うと、もう全然お金使ってなくても大好きなそのセレクトショップとかに行って購入してたら、うん、あのゴールド会員ですと言われたらすごい嬉しいと思うんですよね、うんうんうん、だからステータスとかっていう概念ですらもう結局そのお客様視点に立ってないとただの押し付けになってるよねっていうのは結構課題意識としてあって、だから施策単位で今こういうのですかっておっしゃっていただいたんですけれども、やっぱ施策から入るというよりも、まあ、顧客にとって価値があるのは何なのかっていうのをちゃんと向き合わないと中長期の関係は作れないよねっていう、うんうんうん、まあ、普通の話なんですけど、そういうのってますね、はい、単純にポイントカードがどうのこうのとマイレージがどうのこうのっていうのは、まあ、それも正しい瞬間はあるんだけれども本質ではないよね。ほとんどいらないじゃないですか、財布に入ってポイントカード。まあそうですね、はい、だんだん財布の奥底に眠っていきますからね、はい、その他に何だろう、よくある施策なんだけれども、まあ施策ありきになってしまっていてうまくいかないものって LTV の観点でありますか？この本に書いてるのは妄想四天王っていうあのノリノリで書いたワードなんですけど、妄想四天王、はい、4つありまして、はい、会員プログラム、うん、会員アプリ、うん、サブスク、あれですね、メディア、この4つ、まあ、全部やりがちで、あの全部悪いとも全然思ってないんですけれども、うん、これを顧客視点なくやると、まあ、大抵こけるっていう、うんうん、まあ、典型としてちょっとあるんですね、はい、会員プログラムのお話は今なんとなく分かりましたけど、会員アプリがうまくいかないってどういうことですか？アプリお詳しい、これ僕どうなんか立場的に微妙なんですけど、あ、さすがさっき自己紹介いただいたのあるんですけど、はい、僕はね、あのつい最近まではいわゆる SaaS という仕組みで、うん、アプリで、顧客のエンゲージメントを高めましょうというツールを打てた人間ですんで、デラックスですね、あのアプリをいっぱい作りましょうってこう言ってたんですけども、あのアプリね、当然便利だし、うん、いいツールだと思うんですけど、やはり距離感の取り方の間違いだり
とか、はい、あの階段をねいきなり、平たいところから高いところに登るって、うん、お客さんにとっても崖を登れるようなもんなんで、うんまあ、それってコミュニケーションとしてはナンセンスだったりするんで、うん、その辺はアプリありきではなくてお客様の時間軸というか、まあ、距離感勾配なのかメディアの接触なのかも含めて結構丁寧な接客を設計をしないとアプリっていうのは結構こけがちっていうのが、うんまあ、よくあるパターンというか、まあ、それも含めてあのいろんなアプリの成功事例はそのアプリの制作会社とかは、うん貯めているんですけどもそれを、まあ、みんな同じ失敗を繰り返さないようにあのこういうふうにやっていくんだよってことを今業界を通じて全体を通じてねあの一社のアプリ制作会社だけじゃなくて、うんうん、結構通じて啓蒙してるっていうのはまだそういうフェーズかなって思ったりもしますけどね、うんうんうん、誰向けかって話ですよね。あのアプリがいらないって全然僕思ってないんですけど、うんうん、やっぱりアプリって超絶ファン向けだと思うんですよね、うんうん、そのスマホの中でよくタップするアプリってそうそうないと思うんですよ、ね、そのまあメッセージとかメールとか、はいまあ、動画とか見ると思いますけど日常的に使うものくらい、はい、それと同等に使われる一企業のアプリって相当好きじゃないですか、うん、むっちゃ頻度高いかむっちゃ好きかなと思うんですよね。だから基本的にはコアユーザー向けに作ってるならアプリは大体正解なんですけど、うん、なぜかライトのやつは囲い込むとかいう謎の目的のために作るんですよ、うんうん、で結果的にアプリの下のメニューの一つに例えば店舗検索みたいなドーンとかって書いてあって、うんうん、アプリってなぜか GPS 使えてその外で使うと思い込んでるんでエリア探すんですけど、うん、ファンの人なんていつも同じ店に行くからこんな絶対いらないじゃんみたいなのがあって、まあ、あるあるだったりするんですね。だから誰向けなのかこのアプリはみたいなのを、まあ、定義せずに囲い込むって目的で作ると失敗しますよっていうふうに、まあ、この本では結構ひどく書いてますね、うん、これあの、まあ、今ひどくっていう事例もありましたけど、はい、ちょっと一生活者として皆さんのこれは逆に僕からの皆さんに質問なんですけど、うん、あの僕はよくこういう話をするときに朝起きて立ち上げるアプリなんですかとか、はい、引いたりとか、うんうん、あとは、本当に、別に朝は立ち上げなくてもなんとなく開いちゃうアプリなんですかって質問していて、うん、で答えにくいと思うんで僕から答えるんですけど僕はですねこれあの何だった立場もなくフランクに言うと、はい、僕は結構ソーシャルが好きなんで、うん X というか、まあ、Twitter ですね、うんうんうん、朝から立ち上げちゃう人だし、はい、あと店舗系のアプリとかだと僕はあのちょっと具体名出しちゃいますけどスターバックスさんとかのアプリの思想とかとても好きで、うんうんうんまあ、まさにコアファン向けのアプリなんですけど、ポイントのロイヤリティプログラム含めあとはそのチケットというかも含めあとギフトの機能とかかなりそのユーザーフレンドリーなものが詰め込まれてるんで僕はそういったメディアとか小売系のアプリではよくツイッターとかスタバの話をさせていただくんですけど、うん、あのいい悪いじゃなくなんか個人としてお好きなものがもし何かあればお話できてるです。もう結構不眠なんで夜の3時ぐらいに起きちゃうんですけどもう一回寝たいんで日経新聞の朝刊開くんですよね。マニアックですね視聴者受けしないんですよこの話いや朝刊届いてますよね。朝刊届いて、はい、あ来たと。でオピニオン読んでるうちにもう一回寝られるのが僕の使い方です、ね、いやこれちょっと私もなかなか答えにくいんですけど大体スラックかハテナブックマークを書いてます、まあ、なんでかは言えません、ねまあ、確かにあ仕事と結構ねこういう仕事してると直結する部分もありますけど、うんうん、本当に24時間の中でいつどう使われるかとかそういったところをイメージされてるアプリとかメディアってとても強いなってなんか僕は思ったりしますね、うんうんうん、あのアプリとおそらく類似の目的で使われることがあるだろう LINE の公式アカウント最近アパレルの店舗さんなんかでよくありますが、うん、あれはどうですか。これ僕から答えちゃおうかな先に。僕ですね LINE の公式アカウントが当時法人アカウントが出始めたのが2012年か13年10年ぐらいなんですけど、うん、あの時に僕パルコに在籍してまして業界で結構いち早くアカウントを作ってた時代があったんですね、うんうんうん、その時はとてもやはり支持されたというか、うん、あのメルマガで届きにくくなってるとか今メルマガ悪く言うわけじゃなくて、はい、メルマガ以上にスマホファーストな、UI UX でお客さんに届けられるとかあとはそのなんて言うんでしょういろんなものがビジュアライズというかスマホのね本当良さを、活用してコミュニケーションできるんでたんで、まあ、今も、ね、かなりその店舗来店だとか、オンラインコマースへの誘導誘客に寄与するメディアなんですけども、まあ、当時からというかその存在感を失われずどんどん高くなっているというかね、うん、なんであのさっきのこういう iPhone とかタブレットにあらかじめ入っている標準アプリと加えて LINE って必ずほぼね今入っているメディアになっているんで、うん、そういった意味では非常にあのプラットフォームというかね、うん、としては非常にマーケティングには欠かせないメディアになるかなって思ってますって、うん、僕あの自社アプリを作っている時はあんまり言えなかったんですけどなるほど生活者にも立ってもそうだし企業してもとってもそういったバランスを取るための選択肢に自社アプリとか LINE というのは非常に活用できるかなと僕は思ってますけど、うんうん、まさに、まあ、選択肢だと思うんですよね、うん、あのこういうプッシュ型で通知するタイプの手段って、はいまあ、メールも LINE も SMS とか、うん、あとは電話とかハガキとかも同じだと僕は思ってるんですけど、うんうんうん、捉えるべきのは大きく2つでコストと距離感なんですよね、はいはいまあ、コストはまんまですけどメールは無料、うん、LINE はちょっと高い、うんはがきはもっと高い、電話はもっと高いっていう、うん、まあそれなんで、はいまあ、安いものから使うのは当然ですよね、うん、で距離感って結構重要でメールって距離感がすごい遠いんで、うん、別に送っても誰も何とも思わないじゃないですか、ね、メルモが来たらクソうざいとか思わないんですよ別にもう慣れてるんで、うんまあ、そういう人もいますけど少ない
ただ LINE って距離感近いんで送りすぎるとすぐブロックされますよね、うんうんうん、で電話とか最たるものでもう電話すればそれほど企業嫌われになると。なんで、まあ、大体コスト高い手段って距離感も近かったりすること多いですけれども、うんうん、なんで何に使うかと思うんですよね。 LINE はやっぱりファンの人とか距離感が近い人に連絡してかつ低頻度ここぞという時に使うっていうのが勝負ですけど、メルマガとかになってくると距離感が遠いんで、うん、むちゃくちゃいっぱい送ってニーズがある状態を検知するみたいなセンサー的な使い方になると思いますし、だからこう今のコストと距離感ってところから各媒体の使い道を、まあそのユーザーとの距離が遠い近いっていうビジネスモデルごとに使い分けていくっていう発想かなっていうふうには思ってます。今まさにビジネスモデルことってお話ありましたが、まあ、他にもよくありがちな、妄想四天王はご紹介されてますが、今日おそらく読者としては、まあ、B マーケなので B2B マーケティングに、従事されてらっしゃるマーケター営業の方は非常に見てくださってるはずですとなった時に、 B2B 企業がやってしまいがちなLTV 施策でうまくいかないものって何かありますか？まあ、右2つですかね、どっちかっていうとね、うんうんうん、サブスクとメディア、はい、まあ、サブスクはそこまで最近多くないですけれども、これなんかサブスク勘違いしてる人いて、はい、定期購入にすれば座布団になるから稼げると思って、はい、企業視点でサブスクにする会社があまりに多いんですけど、サブスクって本来、はい、ソフトウェア側が成長するから双方にメリットがあることなんですよね、うん、それこそアプリのシステムでも日々更新していくから定額課金するし、まあ、Adobe さんにしてもマイクロソフトにしてもそうだと思うんですけど、うん、全く同じものをただ定期購入するってユーザー側にとっては不都合しかないですよね、うん、都度購入と比べて。だからそういうものでないと結局、まあ、クライアントに価値を提供できてないっていう話なんで、まあ、日々地獄のチャーネットと向き合う感じ。これ面白いなと思ったのはこの本の中で赤裸々に個人の体験を書かれていてというか、はい、自身の体験ですからね、はい、ビジネスモデルを変えなきゃっていうなんか危機感から、うん、ね、そうやってわざわざサブスクで売らなくていいものも売ってしまうみたいな、うん、なんか妄想に入っちゃうというか、ね、はい、その辺はまさに罠がね、自分でも体験されている、それをそうしちゃいけないよと教えていただいている書籍だと僕は思ってたんですけどそうですね、晒してきましたね、はい、だいぶ晒されてますよね、はい、だから別にサブスクにしなくても営業の方が通ってれば別に継続できるわけなんで、うん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 、アップセルもできると思うんですよね。だから無理にサブスクにする必要はないよねっていうのは、まあ、よく落ち着き方の違いではありますね、はい、ソフトウェア以外の産業でこういった、罠だよなって施策ってありますか？あ、サブスクでですか？まあ、サブスクに限らずですね、まあ、メディアのお話も先ほどありました。あ、メディアですか？メディアはまあ明確にあって、うん、まあ、メディア SE を狙って集客できてるとかだったら別にやってもいいと思うんですよ、はい、B2B でも、うんうん、ただ結構メディアってやった感のある仕事なんで人が飛びつきやすいんですよね、うんうん、記事書いてたらなんか仕事した感じするじゃないですか、うんうんうん、だから割とこう自社が言いたいことを書きまくって、はい、なんか記事いっぱい書きましたみたいな、よくB2B の会社やってますけど、うんうん、まあ、ほとんどビジネスに繋がんないですよね、うんうんうん、まあ、なんでかっていうと、まあ、全然関係ない人を集めてるっていうのもそうですし、まずね、あれなんですよ、企業が書く記事なんてつまんないんですよね広報のチェック、コンプライアンスのチェック、あとなんか経営者がこれを当社として出せないとか言って、そのうちに超つまんないになっちゃうんですね。うんうん、そんなん誰も読まないでしょっていう、尖ったこと書けるんだったらいいですけど、まあ、そんなつまんない記事は誰も読まない。結果的に人が来ないから広告で集客するっていう、うんうん、何のためにやってたんだみたいな感じになるのが、まあ、メディアですよね。そうですね。メディア事業やってる私たちとしては大変こう痛いところなんですが、じゃあどうすればうまくいくもんですかね。まあ、結局尖ったこと書けるように経営者巻き込むぐらいしかできないじゃないですか、うんうん、今の方法で、まあ、SEO で地道に上げていくというのは頑張ってやればいいかもしれないですけども、はい、それはもうやっぱり SEO で集めるなんてもう一事業領域10万20万セッションとかぐらいしか毎月集まらないと思うんで、うんうん、そこを超えてなんかもっと人集めていきたいとかもっとコンバージョンレート上げたいとか言ってる人もいやそれ以上無理なんでっていう話上限があるよ、はい、うんうん、そこ以上やるんだったらもうもはや広報の領域に入っていくと思うので、うんうん、どっちかっていうと経営者だったりとかとちゃんとタッグを組みながらどこまで尖るのかどこまで攻めるのかっていう、議論しないとやっぱ現場だけでやってると厳しいじゃないですかね、うんうん、はい、やっぱり質問なんですけどいいですか、メディアってご支援、まあ、お二方結構されてると思うんですけども、まあ、僕もかつて前職も含めてお世話になったことがあるんですけども、はい、結構なメディアってまさに書きたいことを書いてると、うん、僕は、まあ、あとこれは B2B もそうだし B2C もそうなんですけど、うん、無人島でお祭りになりがちって僕はよく表現をするんですけど、はい、まあ、その立派なお城を建ててお祭りをやってるみたいな状態はあるんですけども、そこに対する船を用意してない、それは検索に引っかかるもそう
うですし、あとは SNS の運用とかもそうです。そこにちゃんとなんか届けるような動線設計までできて、視野が広いというか、あの方っていうのがあんまりまだ会話には少ないのかなと思ってるんですけど、なんかご支援をされている立場でその辺って感じたりすることありますか？いやもう本当にメディア大体そうですよね、はい、ほぼ無人島。なるほどまあでも集客資料なんて限られていて、もう SEO か SNS か、うん、あとはメディア掲載、うん、あのまあ、広報ですよね、はい、あとはメールマガジンとかだと思うんですけど、ピュアに人が来るのっていう意味で言うと、もうやっぱり最初の言った SEO とか SNS とかだけだと思いますから、まあそうなってくるともう最初からそれ狙ってやんないといけないと思うんですよね。でその時点でもう書きたいこと書いてる時点で負けだと思うんですよ。 SEO だったら顧客視点、キーワード視点ですよね。で SNS だったら何が刺さりやすいのかっていうのを分析して書くわけですし、メディア掲載だったら結局その記者が何が求めてるのかですよね、はい、メールだったら別にもうなんか検知するだけ送るんで別に内容なんてなくてもいいと思うんですよ、はい、って思うとなんかあの、まあ、始まった時点で結構負けてる無人島メディアが多いです、はい、本当オリエンで全てというか、もうそこで聞く段階でも製品が分かれてしまってるって感じ、ね、そうですね。オリエン、あと組織 KPI あたりから受けてるケースですよね。もうメディア作りなさいって言われて、うんうんうん、はい、もうそれが記事数とか起こるようになってたりすると思う、うん、不幸な話ですね、それはね。残念ですよね、はい、なるほどね。こうマーケティング特にコンテンツの議論で顧客視点、うん、お客様視点っていうのは、まあ、皆さんおっしゃるんですよね、うん、まあ、それは分かってるんだけれども難しいんだよっていう方も、まあ、いらっしゃると思ってて、うん、顧客視点、お客様視点に本質的に立つためには、うん、どういった方法論が考えられますか？自分が面白いものを最低限作ってるかっていう感じじゃないですか。最低限ですけどね、うんうん、なんか中央で面白くないもの誰が見てもつまんないじゃないですか、うんはい、コンテンツだってそんな真面目に読むもんでもないんで、うん、まあ、一定のこう特にこう SNS で見られるようなものとか本とかになってくるとエンタメ性が必要になってきますよね、うん、ウェビナーとかも含めてね、そのぐらい尖ってるかどうかっていうことだと思いますけど、そうか、うん、こう検索ニーズを考慮するとか、あとは社内のいろんなステークホルダーの意見を考慮した結果、無難で誰にとっても面白くないもの出来上がっちゃうみたいなのは、はい、まあ、メディア運営あるあるかなと思ってまして、そんなダメだよって話ですよね。まあダメじゃないかどうか分かんないんですけど成果は出ないですね、はい、うんうんうん、思えたらなんかそういう話はね、まあ、そうですね、結局メディアってね、あの社内 の, あ, のあんまあこの口で怒られるかもしれないですけど、はい、仕事ない人がねそれずっとやってるみたいなね、あの怒られそうですね、怒られますね、まあ、そういうのもあったりしたんで、うんうん、一概にねやめようとか言いづらいのは分かるんですけど、うんうん、はい、そうですね、この辺なんか半分その対顧客もあるんですけど、はい、まあ、インナーマーケティング的な意味はちょっとあるかと思っていて、うんうんうん、なんか社員からもいいねがされないような記事ってお客さんからもやっぱりいいねされないというかそう、ね、はい、みたいなこととかシェアしたくなるとか、そういうなんかあの心だけじゃなく指が動くようなものをいかにパブリッシュできるかっていうのは、うん、なんか思考のトレーニングというかなんかヒントになるかなと思いますけどね、うん、自分で呼び返してニヤニヤしちゃうぐらいじゃないとねあのちょっとこういうメディアでお話するのかいいかな分かんないですけど、はい、僕個人やっぱ好きなメディアのデイリーポータル Z さんとか、ああの、ね、うんって言うじゃないですか、だからああいうあの林さんという有名な編集長の方がいらっしゃるんですけど、はい、ああいった方 の, プ ラ, あの、ね、プランニングされたなんか写真とテキスト、本当シンプルなもんなんですけども、うん、別にただあ昔でいうテキストサイトみたいな、ね、感じかもしれないですけど、シェアしたくなるし、いいねをしたくなるし、クスッと笑いたくなるみたいなもんっていうのは、これ B2B もそうだし B2C もなんかあまりもう垣根がねこのメディアの中ではないので、うん、なんかそのモーメントを捉えるって意味では、そういった瞬発力のあるメディアコンテンツを作っていける、自分の力もそうだしパートナー選びもなんか必要なのかなって気がするので、うんうん、会社大きくなるとあれできないですよね。今の会社できなくないですか？デイリーポータルゼロさん、僕キリン時代にやってたんですよ、デイリーポータルさんと。あ、まあ、そうなんですね。確かにそう、まあ、そのやっぱブランドのセイストが、はい、その何を体現するかによってどんなパートナー選びはあると思うんですけど、うん、まあ、その時ででも担当一担当としてあの人と仕事してみたいな、やっぱそういうねフィーリングとかもあると思うんで、うん、そこはなんかね自分でカードというかを残しておいて、この時にこの切り札使うみたいなものは、なんかマーケターとしてのなんか、キャリアの生き方でもあるのかなと思ったりしますけどね。メディアで難しいなって思うのが、せっかくこれまでやってきたんだからこの先も続けなきゃって思考が働いちゃうとか、積み上げてきたものを大事にしたいって気持ちが働いてしまうのは難しいなと思います。でこれは同じ観点で、社内で集めた数多くのデータ、それはウェブの行動データかもしれないし、まあ、MSF のデータかもしれない、この活用で何かやらなきゃいけない、上司がデータを使えって言うからと思って何かやらなきゃいけないなってミッションを持ってらっしゃる方いると思うんですが、このデータ活用での LTV ってうまくいくもんですか？本に書いてる通り言うと、ゴミのように溜まったデータはゴミのままっていう、いやこれ刺され、僕にはそれブックマークしてありますよもうそのフレーズを今お待ちしましたまあ結局データって、まあ
多くの人がごちゃごちゃ分析したら面白いこと見つかると思ってるんですけど、うん、見つかったことないですよ、うんうんうん、僕も分析結構しましたけどね、まあ、もちろん見つかることありますけど大体がみんな分かること、うん、なんかゴールド会員って売り上げ多いんですねみたいな知ってるあーってとか解釈できないけど、まあ、ビールとおむつって一緒に変わるんです、まあ、これはまだやってみればいいんですけど、うんまあ、よく分かんないこととかっていうのは見つかると、うんまあ、データ量増えてくれば増えてくるほど見つかることは多いっていうのは確率的には間違いないですしなんですけど大体の企業がそこまで多くのデータを統合しきれてない状況の中で、まあ、限られた断片的なデータを分析しても何も分かんないよって感じなのでまあゴミのようにとりあえずたまったデータを掛け合わせても何も見つかんないよってことを言ってるんですよね。使い道としては多くの企業がどうデータ使ってるか正しく使ってるかというとやっぱ言いたいことがありますとこの企画通したいと思った時にそれを通すためにこういうデータあるんですけどってでっち上げるでっち上げるという語弊がありますけど、まあ、証明するっていうことにデータ扱えばいいと思っていて、まあ、それが一番真っ当なビジネスパーソンとしてのデータ使い方だと思うんですよね。で、それができてその先としてごちゃごちゃ分析したり遊んでみるのはいいけどそれはもうある意味遊びだったりとか、まあ、研究の領域になってくるんでなんか第一歩そこじゃないよねとは思いますね。はい、逆に島袋さんこれまでのご経験で、まあ、顧客のデータから何かインサイトが見えてきてうまくいったご経験ってありますか？そうですねこれだって言えたらいいんですけどやはり僕も今ね、はい、過去も含めてなんですけど、うん、結構悪戦苦闘はしてきてるところなんですけども、うんうん、さっきの購買とかのデータ以外にも当時僕が飲料メーカーに行った時っていうのは結構インサイトベースを、まあ、アンケートで集計して、うんうんまあ、それをデータと都合して次の商品、プランニングに使おうとかっていう結構絵に描いたようなマーケティングからもやってたんですけど、はい、それはそれで結構パフォーマンス発揮したこともありまして、うん、それは、まあ、いわゆるメーカー飲料メーカーって直接顧客接点が取れない、はい、でもデジタルでデータが取れるようになったそれをちゃんと蓄積して、サイクルを回していくってことを結構仮説検証のところから丁寧にやっていたんで、うんものづくりに生かすために使うんだってことが結構しっかりした、設計があったんでそれは代理店さんのパートナーとかテックベンダーさんとかなり3社ブランドも含めて座組を含めたんで、うん、結構それはですねユニークな取り組みで成果が出した、当時ね出した成果だったと思いますけど同じことが同じ、他の飲料メーカーでもできるかとか、はい、他のアパレルだったらそうなのかってやっぱそうでもないと思っていて、うんうん、それはやっぱ社内のリソースとか体制とか時期とか予算もあると思うんで一概に今僕が話したようなこの本に書いてある成功事例がそのまま、成功になるかというとやっぱそうでもないっていうのは、うんうん、皆さんのやっぱ環境を丁寧に見ていく必要があるのかなと思ったりもしますけどね。ありがとうございます。こう、まあ、見てくださっているユーザーの方特に B2B 企業の視点に立った時に、まあ、データの活用をしようとした時に、本当は組織横断でデータを見たい事業部横断でデータを見たいんだけれども組織が壁になってうまく進まないとか別にそれはデータに限らず組織の問題が B2B 企業のマーケティングを推進していく上でよくありがちな課題感かなと思いますが実際こう LTV を上げていこうっていうプロジェクトにおいて組織が壁になることって何かありますか？いやもうほとんど組織の問題だとすらほとんど組織、はい、まあ分かりやすく言うと事業部が複数あってそこにそれぞれに営業とマーケがいますみたいなケースで言うと、うんまあ、大きい会社で言うとねお客さんなんて例えば3事業部あったら3事業部ともお客さんみたいなケースあると思うんですよね。ただそれぞれが別々に営業してるんで、うん、顧客体験としてはバラバラになってますし、うん、もっと例えばこの人に別の事業部のアップセルできるのにってこっちがA 事業部がそのニーズを掲示しても C 事業部に伝えなかったら売り込めないとか全然あると思うんで、まあ、事業部の壁みたいなもちろんありますよね。ありますね、はい、あと私の前の本とかにも書いてましたが営業とマーケの壁っていうのはもう B2B、はい、もう常に課題になっているので、うんまあ、これが原因で、カスタマージャーニーが分断する結局リード取って営業行くみたいなところすらもつなげないとかっていうのは、うんまあ、もうもっと前提としての大失敗みたいな感じになりますよね、うんうんうん、はい。あとこの手のライフタイムバリュー系の施策ってやっぱそのすごく中長期でお客さんを見るので短期 の, その一発ショットで売れたかどうかっていうことにこだわりすぎるとまあそれはこだわらなきゃいけないんですけど見えなくなることがほとんどなのでもっと経営視点でやったりとかあるいは中長期で顧客を見るみたいな組織を作んないと絶対に成立しないっていうのがあってなんでどうしても B2B の企業は売り上げ短期にまあ行ってしまうっていうところもまあかなり乖離があるところかなと思います。はい、今の組織を作らないととおっしゃいましたが中長期で売り上げを見る組織はやっぱ別で作った方がいいんですか？別で作らないと見ないケースが多いですね、うんまあ、有名な指標としてはその NPS とかってあると思うんですよね、うんうん、どれだけあなたはこのサービスを推奨しますかっていう、うんまあ、満足度よりもより購買に貢献に聞きやすいアンケートの項目とかって有名でありますけど、うん、あれ導入した会社って大体最初は喜んで見てるんですけどだんだん飽きるんですよね
飽きちゃいますね、はい、どうなんか NPS 最近 6.5 らしいよみたいな、みたいなで、うん、これなんでかっていうと金にならないからなんですよね。うん、で B2B の会社って大体営業会社なんで、もうゴリゴリに売ってる人たちが NPS 知らねえよ売れみたいな感じになって、だんだんないがしろにされます、うんうんうん、だからやっぱり、KPI を二重にしかも全然関係ないものを追うっていうのは結構人間の思考として難しいんで、うんうんうん、中長期だけを追うみたいな人たちを作るっていうのは一つの回だとは思います、ね、うんはい、なんか今の話は直接この本に言及というよりは、まあ、今の B2B マーケティングも B2C もそうですけど、なんかカスタマーサクセスとかカスタマーサポート以上のなんかケアをどう、提供できるかみたいな、なんか言葉を聞いていて、うん、思ったんですけど、なんか本当、切な的に、ショットで売った案件をそこからどう利益を作っていくかっていうことを伴走できる、思考を持った、売り手側の組織、なんかカスタマーサクセスなのか、まあ、それを本当になんか仕組み化していくところまで面倒を見ないと、なんか永続的な、口座が開けないというか、なんかそんなイメージ今お話を伺ってましたけどね。いや本当そうだと思いますね。まあ結構エンタープライズ営業とかで言うと、うん、やっぱり本当本部長クラスとか、うん、もう社長クラスとかがもう自分で前線に営業出てて、うん、アカウント持ってますみたいなのが中長期にしてると思ってたりしますよね。でただ現場の方で言うともう納入するのに必死だったりとか、うんまあ、営業するのに短期で必死みたいな、まだ KPI はその組織の役割とかで分けていくってことになるんだとは思うんですけども、うんはいまあ、一人で担い切るのは相当難しいだろうなっていう、うん、短期を見なきゃいけないと思いますしね、うんはい、では思ってますけど、はい、あの営業組織マーケティング組織を KPI で分けましょうっていうのはここ 4,5 年ですかね、まあ、ある種一般的になってきてるのかなと思います。で、なんでしょうね、とりあえず分けましたけどうまくいってませんっていう会社さんもあるかなと思っていて、組織の分け方の、うまい事例というか、どうすれば LTV 向上に向かって全体がマーケティングも営業も協力しながら進める組織になるもんですか。まあ、組織正解はないんで、うん、組織の状態によると思うんですよね、うんうん、人数少なかったら一人でもう川上が川下までというか、はい、顧客の体験全部になる方がいいですけど、やっぱ分量が増えていくとどうしても一人でになりきれないので分業することになると思うんですよね。だから有名なあのザ・モデルとかもそうですけど、はい、リード取って商談取ってフィールドセールしてカスタマーサクセスするっていうのも、あれはやっぱり人数増えていくとあっちの方が効率いいし、うんうん、KPI を終えるっていうふうには思うんですけど、当然組織間の分断が起きやすくなるっていうので、うんうんうんまあ、そこをどう補うかっていう論点になってくると思うんですよね。だからまあ正解はないとは思いつつも、うんうん、状況によってちゃんと使い分けるっていうのがあると思います。で今のザモデルっていう軸ともまた別に短期と中長期っていうのが、うんうんもう一つこのライフタイムバリューっていうのと論点になって、うんまあ、カスタマーサクセスいるとはいえやっぱオンボーディングとかによりすぎなんですよね、うんうん、普通の B2B って、うんうん、そこが一番重要だからなんですけど、うん、ただ本当にオンボーディングした後にアップセルできるとかっていうところを、まあ、ほっといても勝手にアカウント数が増えるようなビジネスならいいですけど、うん、セールスフォースさんみたいに、うん、ただそうでもないビジネスでいうとちゃんとアップセルしなきゃいけないってなってくると、うん、中長期で見てるって人がどうしても必要になってきて、それは多分別の KPI を持つ組織とかを作ったりとか、うん、担当を作ったりしないと結構厳しいと思います。今の組織の話で島袋さん、これまで難しいなって思った組織の問題ありますか。そうです、ね、僕もさっきあの黎明期の B2B SaaS にまさにザモデル型の組織にいたので、はいうんうんうん、あの本当にその人員の拡大とあとスキルセットの拡充というか、もう同時並行に進んでったのが直近の年だったんで、うん、その時はやはり機能としてあの俯瞰できる、感じで言うと営業企画みたいな部署ができたりとか、うんまあ、あと本当に、営業と、CS というかもう受注後のそこで俯瞰してみるような、うんセクション部署ができてなんか見ていくっていうのは本当事業のフェーズによって人と役割と組織みたいなのがなんか3拍子揃うとなんか、ピタッとはまるというか、なんか今回お話を聞いていて今思いましたね。はい、営業企画強くないと無視されるじゃないですか、それって。あ、そうですね、はい、あのこれはジュニアクラスになっちゃうケースまあまあ見てきたというか、はい、僕もあの作業員っぽくなっちゃう子のケースもあるけど、うんうん、そこにある程度戦略戦術が描ける人がいると多分あの指揮者として強くなるっていうイメージがありますね。そうですね。で、そのアカウントに紐づく売上が大きくなってきて、はいはい、逆にフィールドセールス側が弱ったりするんで、あ、なるほど、綱引きなんです。難しいですよね、うん、だからやっぱ状況に応じて変えなければいけない。だからコロコロ変えてくるんだと思います、うん、あ、それも含めてローテーションをして、はい、そうかそうか、コロコロ変えるのがちょっと不安な方っていると思うんですけど、むしろそうしなきゃいけないよっていうもんなんですかね、うん、だと思いますけどね、組織の成長に合わせて、はい、うんうん、結局こうパワーバランスがあって、で片方によるとなんか片方の経験が弱るっていうだけだと思うんで、はい、あのインサイドセールスとかマーケが強すぎると営業弱ったりするじゃないですか、はい、ありますね、はい、ありますね、待ちになっちゃう、あ、そうなんで最近商談入ってねえんだよみたいな自分で取れていけ、そうそう、いや、何言ってんですかみたいな、今まで入ってたわけじゃないのにいきなりそうなるんですか、うん、みたいな感じになって、そうで、いきなり商談の質とかにバカ文句言い出す、うんうんうん、俺質が良くないといかないんだけどみたいなね、はい、うん、あるあるだと思うんですけど、逆もしっかりね、営業が強いとね、あのマーケとかもう何にとっても怒られるみたいな感じなので、うんうん、まあ、よくある部
ったんですよ。作業になっちゃうなんかもありますね。はい、山下ありがとうございます。まだまだ話が尽きないところですが、ここまでは陥りがちな罠について伺ってきましたと。じゃあこの罠を回避するためにどうすればいいかについて後半伺ってまいります。カスタマージャーニーって妄想のジャーニーを書くのは間違ってたんですよね。そんな風に動かないから、なんでカスタマージャーニー作るのにワークショップするのか全く分かんない。お客さん呼んでくれれば一言で言うと売れって話です。結構遠慮して売ってないだけで売れるチャンスを逃してるってケースが非常に多くて、はい、できるだけ衝撃を下げてしまうことによって、接点を持てるような確率を高めていく。最初で刈り取れって、うん、はい、確実で刈り取れっていうのが、メディアでやっていきます。